今回はこの番組のナレーションを担当している早稲田大学アナウンス研究会をご紹介します。番組をご覧の皆さん、こんにちは。いつもナレーションを担当させてもらっております早稲田大学アナウンス研究会3年の桑田真帆と申します。今回はですね、ちょっと特別に我らがアナウンス研究会を紹介させていただけるということで、普段と同じようなジャズの情報を期待していた方には大変申し訳ないんですけれども、短いお時間ですので、どうぞ最後までお付き合いいただければなと思います。よろしくお願いします。はい、じゃあまずですね、アナウンス研究会の活動内容をご紹介したいと思います。早稲田大学アナウンス研究会とは、現在200名近い会員がアナウンスメントを学んでいる大学公認サークルです。アナウンスメントと聞くと難しく感じてしまうかもしれませんが、そんなことはありません。アナウンサー志望の学生ももちろんいますが、単純にうまく話せるようになりたいという人も多く、みんなで和気あいあい楽しく活動しています。活動は毎日行っておりまして、正しい日本語の発声、発音、アクセント、それからフリートークといった基礎的な練習の他にも、原稿読みや MC、実況といった専門的な練習もしています。はい、続きまして年間の主な活動についてなんですけれども、まず4月に新入生歓迎会ございまして、その後6月に早慶戦をみんなで観戦しに行って親睦を深めています。そして8月には4泊5日で夏合宿がございまして、こちらでは練習したりレクリエーションをしたりと、充実した合宿を送っております。そうしまして、次が9月に作品発表会というものがございまして、こちら何をしているのかと言いますと、自主制作したドラマ、朗読、DJ、ドキュメンタリーといった多種多様の作品を外部のお客様に向けて発表しています。そして11月早稲田祭、早稲田大学の文化祭ではサテライトスタジオというものを行っています。こちらではですね、早稲田祭の2日間を通しまして生放送番組を行っております。こういった活動を行っておりますので、ぜひ興味を持っていただけましたら、外部向けのイベントにも足を運んでいただければなと思います。はい、アナウンス研究会のご紹介この辺にしておきまして、こちらの番組を担当させていただいての感想ということなんですけれども、そうですね、毎度、短い時間ではあるんですけども、やはり緊張してしまいまして、やっと慣れてきたかなというところではあるんですけれども、すごくいい機会をいただいているなと思っておりまして、これからも全力で取り組んでいきたいと思います。ジャズと言いますと、私正直このお話をいただくまで全然ジャズに触れたことがなかったんですけれども、ちょっとふと周りを見渡してみますと、ゼミの友達にもすごくジャズが好きな男の子がいたりだとか、あとは最近私のいとこが今高校生なんですけれども、高校2年生かなっていう感じなんですけれども、最近なんかちょっとジャズに興味を持ち始めて、今トランペットを練習しているみたいです。なんかちょっとこういった感じでどんどんこれからもジャズと関われていけたらなと思っております。はい、実はですね、代々木ジャズフェスティバル2013で MC をさせていただくことが決定いたしました。すみません、私でという感じなんですけれども、はい、ちょっとすごく大舞台なので、もう今からすごくドキドキしているんですけども、もうでもあんな大舞台に立てる機会なんてもう一生ないかなと思っているので、頑張って皆さんと楽しんでいきたいなと思います。3月20日皆さん空いていらっしゃいますでしょうか。ぜひですね、一緒に代々木ジャズフェスティバル盛り上げてまいりましょう。会場でお待ちしております。Music Air.